南出口六甲道駅は、兵庫県神戸市灘区、長手町四丁目にある、西日本旅客鉄道東海道本線の駅である。駅番号は、JRA58。JR 神戸線の愛称区間に含まれている。阪神、淡路大震災で倒壊した駅水いた駅、菅駅間で、小線電車の運転が開始された時に、塚本駅、立花駅、甲子園口駅、 元町駅と共に新設された。名前の通り、六甲山への登山道が通じていたところであったが、沿線の宅地化が進んでいたことも、開設の背景にあった。1995年1月17日の5時46分に、発災した阪神、淡路大震災によって、数年前に改築したばかりの駅舎の一階部分が、高架線もろとも倒壊した。当初、 復旧には、瓦礫の撤去を行った後、高架線を新造するため2年はかかると言われていたが、診断の結果、レールを敷く部分の梁や床は崩れていなかったため、これらの路盤をジャッキで元の10メートルの高さまで持ち上げて水平に戻し、崩壊した橋脚のみ復旧するという前代未聞の工事が、奥村組により行われ、震災発生の 約3ヶ月後の4月1日に営業を再開した。この時の復旧作業については、2005年1月11日放送分の、プロジェクト X、挑戦者たちで、鉄道分断特幹作戦奇跡の74日間、阪神、淡路大震災で取り上げられたほか、関西テレビの制作で2019年1月15日に、富士テレビ系列で放送された。 ブリッジ始まりは1995.117神戸のモデルにもなった。なお、駅の営業が再開されてからは、神戸市が駅の周辺部で震災復興事業を実施。後に神戸東部副都心として再起を遂げている。六甲道駅一番ホームに停車中の姫路駅快速電車3.4番ホーム、3番ホームのみ、 小公式ホーム柵が設置している。島式2面4線のホームを持つ、高架駅である。分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。駅舎内に、JR 西日本交通サービスが運営する、駅中託児所、JR 六甲堂、キッズルームがあったが2014年3月に閉園。名田区内の社会福祉法人、同胞福祉会に運営を委託。 4月より小規模保育園六校道になった。当駅の神戸方から、吉駅の手前までの区間はスラブ軌道となっている。直営駅。アーバンネットワークエリアに属しており、アイコカと定型 IC カードが使用可能である。日中時間帯は1時間に12本停車する。朝ラッシュ時は本数が多くなる。兵庫県統計所データで見る JR 西日本によると、 2019年度の1日平均乗車人員は26,441人で、これは JR 西日本の駅の中では第32位である。神戸市統計省及び兵庫県統計省によると、近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。神戸市灘区の中心市街地で、灘区総合庁舎や大規模商業施設、超高層マンションなどが集積している。 区役所が移転してからは、名実ともに、区の中心市街地機能を有している。当駅の南約600メートルには、新在駅、北約700メートルに、六甲駅がある。ありがとうございます。